ははい皆さんこんこにちはレクセンン講師の森山です今回は解放テクニック50習得演習講座私の直前講座の方のご説明をさせていただければと思います。こちらの方うに私の書籍が出ておりますが、まあ、この講座ではこの法書士試験解放テクニック50こちらの書籍を使っていくということになります。ここちちららの方はですねこちら になりますが中央経済者さんから私の方が第2版という形で出しておりますけれども解放テククニックこちらの方が満載されております皆さんはこれまで一生懸命こう知識を暗記していく記憶していくということで一生懸命こう勉強してきたと思うんですが実際にそれを本試験で得点できるようにしていかなければいけないつまり本試験の試験会場で自分の知識というものをしっかりと点数化していかなければいけない。 で特に本試験は午後の部なんか時間がないですからその時間の中でどのように知識を出していくのか家帰ってゆっくり問題見てみたらなんでよく考えればわかるじゃないかとこれでは遅いわけですね本試験の会場でしっかり力を出せなければいけないわけですそれからケアレスミスこのようなものも絶対やってはいけないということになるわけですでケアレスミスも模擬テストの段階でいやこれはケアレスミスだから本試験であれば解けるよなんて方が本試験でミスをしないということはないわけですよ ケアレスミスがあったら次は気をつけようということではなくてどのように気をつけるのかということをシステム化していかなければいけないどういうケアレスミスをするのでどういうふうに気をつけるのかということを、えー、ちゃんと気をつけていかなければいけないというわけなんですね。 で今回の講座では、えー、こちらのそれのような解放テクニック、えー痛式についても載っておりますが、これを使ってしっかり皆さんに解放テクニックを身につけてもらうといった形になります。えー、解放テクニック50習得演習講座、まあ、3時間1回だけの講座になりますから、か軽くですね、えー、1日、パッとこう聞いていただければというふうふに思うんですが、まず1つ目のポイントとして、えー、正確にこう回答して、ですね、えー、知識をこう問題を特典化すると、そのための解放テクニックを伝授していくという形になります。 うん、先ほど言った通り、えー、午後の部では時間がないからどの選択肢から読んでいくのかでどの選択肢から読もうというふうにこう考えるのかあるいは事例問題はどのようにこう処理するのかでは経済ミスどのようにしなければミスを防げるのかということですよね、えー、それをお話をしていきますまた午後の部なんかでは時間がないですからその時間のない中でどのように確実に点数を取っていくのかという知識、えー、テクニックですね、えー、これも知識だけではありませんで例えば登記録問題があったときに 気をつつけけけななければいけないいいっていうのは、うん、いくつかありますだからあそういうものあるいは考えさせる問題の時にどのような方向性で考えればいいのかあこんなことについてもお話をしていきます。で2つ目のポイントですけれども、まあ、正確に、えー、正解に近づくための怖さも伝授というふうに書いてありますがあのまあ今言ったようにケア・レス・ミスなんかで分かる問題を落としてしまうっていうのはもう うんまあ、なかなか許されるものではないですが、えー、正解できるものをしっかり正解していくというのは一、まあ、つ超えなければいけない壁ですが合格するために合格って結構やっぱりボーダーラインぎりぎりでいかなければいけないときって結構あるんですねあと一歩飛べればというところで不合格にならないために未知の問題も点数取れる未知の問題でも点数取れるようにしていくというのがもう上級技です。ですすすかかららそのののよううううななもももにについいいいいいててお話をしていきます知らない判例が出たけれれどもどういうふうに対応すればいいのか とということですよねですからその方向性みたいなものもお話をしていくしあとは記述式問題でちょっとした小技みたいなものもありますからあそんなものについてもお話をしてしっかり自分の知識以上に実力以上に点数が出せるようにしていくでこれって多くの受験生というのは運が良かったとか運が悪かったとかああいうことで解決をしてしまう方もいますがそうじゃないわけです運っていうのは高めなければいけないわけですね。ですからそれは例えば 分かんない問題があった時に正解か不正解かははっきり言えば「運」ですよでもなるべくその「運」を強くするためにまあ100%は無理ですよでも方向性としてこういうふうに考えればより正解に近づくよ例えば70%ぐらいになるよってうんだったらそのものがいくつかあった時にやっぱり差がついてくるわけですよねもう小さなことではありますが70問もありますからその「運」を高めていくってことも必要になりますですからそのようなことについてもお話をしていきたいというふうに思いますね。で まあ本にもたくさんのテクニックが書いてあってそれ講義でもお話をしていくんですがこのテクニックっていうものについては一朝一夕で身につくわけでもないしなるべく皆さんには早い時期に勉強していただいて身につけていただいて本試験に行く前に模擬テストや倒連がありますからあそこで実践練習をしてもらうってことが必要になります。でその前にこの講座の中では実際にテクニックを練習していきます。 皆さんが1人でこう模擬テストや当練なんかで練習する前に時間を例えば2分でこれ解いてくださいと言って一緒に練習をするまう、あ、じゅるをつけて練習するようなものですがあそこでしっかりこういうふうに解けばいいのかって分かった上で一人立ちしていいいたただきたいということなんですねですからまあ本を読んでテクニックを身につけて模擬テストや当練で実践練習してもらうということもありですがこの講座ではその練習のところまで一緒に手助けをしていくと。 いうことになりますからこの講座の中でこのようなですね問題を使ってお話をしていきますでまたこのレジュメの中にはですね近年の本試験の記述式についての注意書きの一覧みたいなのも載っておりますからまあ、それでこの年はこうですねこの年はこうですねって言って注意書きから何を導き出せばいいのかといった記述式の小技こういうものについてもお話をしていきたいというふうに思いますでは本試験ですねたった一度きり 7月4日の勝負とということになりますその日に力を出せるために直前期全力を尽くさなければいけないもちろん皆さんは残された時期でしっかり知識を正確に身につけていくというのが一番ですが次に考えなければいけないのはそれをしっかり正解に導く。えつまり 得点化するということですそのためのテクニックですねだからテクニックっていうと怪しい感じがしますが怪しくないんですよちゃんと自分の実力を出し切れるということその出し切るためのものえこれをこの講座でお話をしてえー、皆さんの実力をしっかり出せるようにしていきましょうでは直前期一緒に頑張っていきましょう